パーチャマでございますということで、プロスピドリームリーグやっていきましょう。ちょっと補給しました、補強しました。昨日は見てみますか、誰が入ったんだっけ。誰が入ったかはちょっと、あ、柳田とか入ったんじゃない、あれ覚えてないな。あ、柳田入ったよ、柳田だけど、柳田 B じゃないっけな。ちょっと B だから結構微妙、まあ強いけどそれでも強いけど S が欲しいっていうところですが、まあ、4番にね一応入れてます。だうるさいぞ携帯のくせに。ただね、4番ちょっと微妙なところがあって、なんかプレッシャーに押しつぶされてる。山田とか秋山じゃないな、菊池とかさ、野間とか、やっぱこっちの方が結構打つんだよね。で柳田が、いや俺みたいなもんが4番は申し訳ねえみたいな感じで、たまにねマジでね打てなくなるから、そうしたらここ、中村を前に上げて山田4番で柳田9番とかね、プレッシャーを感じないところにやると柳田また打ち出すんで、そしたら、4番に戻す。で今それがプレッシャー感じてない、伸び伸びやってるとこ柳田が、うん、で今4番に戻してますということで、その辺をね見て、今日はそこは見どころかな。そしてスカウト、そう、プレゼントボックスに来てたあれだ、スカウトがね、あ、これじゃないわ、取れますんで、スカウトチケットで、外国籍の選手、海外移籍選手だから、ダルビッシュ、マー君、あと大谷とか、まあメジャーリーグで活躍してる選手が来るということで。でね、俺ね今ね戦績がね4回か5回ぐらい負けてんのかな、十何勝4敗みたいな感じなんだけど、その4敗のうちの3敗がマー君に負けてんのよ。だからマー君めっちゃ強いんじゃないかと思って、絶対欲しい、引かしてくださいコナミさん。マー君、金かい、あ、ライオンズ、あれ、あんまり強くない人じゃなかった、ライオンズ、S のマキタどうなん。正直マキタ相手にいてあんま怖くないよ。あ、でも408あるね、対ピンチ C、クイック B、 打たれ強さ、うん、あ、でも抑え、先発から抑えまで全部いけるっていうのはすごく便利、うん、ちょっとマー君来なかったんでがっかりですけど、まあいいや、コメントいきましょうということで、パイナッポーさん、おら大谷とマー君のエース来たさ、わらわら10連でということで、おめでとうございます。ちょっとね、こんなにもネットでね田舎者感が出る人久しぶりに見ましたけどね、パイナッポーさんおめでとうございます。で、イーターさん、スラッター再現されてないよ。スラッターって何ですか、スラッターって。そういうのはあんまり僕わからないので、ちょっと教えていただけるとありがたいです。千賀って169キロも投げるん、えぐいてということで、え、それね結構みんな言ってくるんだけどさ、そこまでチェックしなかったの俺。160キロ、いく、あ、いくやん、え、バグ170キロってことでしょ。え、千賀169キロ出すのマジバグ。ゆうゆうさん、先発6人中継ぎ5人、セットアッパー1人、抑え1人が適切かなということで、はあ、なるほど、まあ、これが、まあ、ベタな野球のピッチャーの組み方みたいな。でダルビッシュ1、2、3、4、5、あと1人、あと1人じゃ先発がいるってこと。マキタにするか、マキタ B じゃなくてマキタ S いるから、これマキタ S で、ここで中継ぎが1、あと1人か。中継ぎ誰にする、平野ね、平野にするか。平野は、そう、平野はね、 A、 あ、そう、 A の平野入れてるわ。田島かな、やっぱ田島 S だから強そうと思って喜んでたんだけど、282でしたね、うん、完璧なやつで引いたんでやったと思ったけど、田島でもまあ282でも結構強い方か。あ、この辺いいじゃん、山田ミッキー、二木にする、二木にしよっか。あれ、二木入らないよ、なんで二木入らないよ、なんで、え、いないよ、かぶってないよね、え、これ以上人入れられないよみたいな感じ。あ、これ以上人入れられないみたいですよ、だそうです。あ、そうだね、これ以上人入れられないわ、まあいいや。あ、この人でもね、ちょっとどうなのかなみたいな、名前何だったか忘れちゃったけど、この人はね対ピンチ B だから、ちょっと入れといていいかなみたいな。滝よりはちょっと低いけど、石崎
でもタイピンチ A なのよ石崎は。どっちがいいかなみたいな超迷いどこ。まあいいや、ちょっと2機入れるか、うん、あ、中継ぎ5人ね。あ、5人までしか入らないそうですね。すいませんでした。まあ、そんな感じか。あ、アスカ、キララ、キラキラさん、セットアッパーにバットン控えに平野が気持ちいい方程式の組み方だと思います。指示のはめ方を整理した方がいいですよ。積極的に来ないと読んだならこっちはストライク先行でいかないと。そうそう、俺ミスってたよそこが。うん、だからありがとうございます。ただセットアッパーとかね、そういう気持ちいい組み方ね、ちょっとこっち俺がねやったやつで結構いろいろ試したんですが、うん、平野がセットアッパーで近藤がいいかなと思ってますね。うん、どっちがいいかちょっとわからんけど、どっちがいいんだろう。でも回復 A だから毎日投げると考えたら近藤の方がいいのかな。うん、パットンはね中継ぎおじさんになりました。何の考えもなく。どうなんだろう。でも対ピンチ B だからな。近藤は対ピンチ C だな。あれやっぱこうかな、こっちの方がいいのかな。そう、こういうの見るとさ、どうなんだろうみたいな。あ、でもタイピンチ D だよ、平野。パットンがやっぱ抑えの方がいいんじゃない。セットアッパーと抑え。でも勝ってる時に出てくるもんね、抑え。だからタイピンチはいらないっちゃいらないのかな。でもあった方がいいよね、絶対。いや、難しいとこ。で、二機はダメだ、二機は。え、ちょっともうこの辺はね、いろいろ、まあ、試合をしてみて。おぉ、結果が出れば、まあ、それを見てね、判断していきたいと思います。さあ、試合に行きましょう。柳ギータが活躍するかどうか行きましょう。はい、もうね DP6 万超えてる。ただ相手ももう6万超えてきてるからね、これドヤ顔はいけませんね。あれ、俺ダルビッシュ昨日試合出したっけ。千賀行くか。千賀見たかったでしょ。千賀牧田行く、せっかく取ったし。ダルビッシュは昨日見てもらったからね、明日千賀見てもらおう。うん、活躍してる明日千賀を見てもらいますので。はい、ボンバー、はい、ボンバーパー。もうボーナスでもね、今までだったらこっちが13ボーナス、あっちがまあ9ボーナスとか 10ボーナスぐらいで、かなりねここで差つけられてたんだけど、みんなもねボーナスの概念もう、あー、ピーンときたんやろな。あ、ボーナス大事やなみたいな感じで、このだからボーナスがこうなんて言うんだろうね、ボーナスの種類とかをどっかで整理してるとこないですか。こうやったらこういう人とこういう人とこういう人入れたらこのボーナスがつくよみたいな。セッパ交流戦ボンバボンバブレイボール、これね、あの顔変えました。これ僕でございます。これ帽子かぶって、せっかくだったらこれ動画のためにカープのユニフォームとキャップ買うか。でもね、噂があって、このドリームリーグっていうモードね、とより甲子園スピリッツの方が人気あるんじゃないか的な噂もあるんで、どっちをねやっていくかちょっとまあいろいろやってみて試してかなと思っております。さあ、マキタいいでしょう、いいでしょう。さあさあさあ、ピンチを脱出せよ。の、あ、ノーアウト三塁一塁、マキタいきなりのピンチ。三塁一塁でしょ。こういう時どうすんだろうね。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないように、ね。まあ、俺だったらヒットを打ちたいホームランより。だから長打狙い、積極的に行け、見ていけ、ミートに徹しろ。ミートに徹しろに強いんだよね。ミートに徹しろだと思うんだよね。とりあえず当てて前に飛ばせみたいな。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。モブ顔やん、ほぼモブ顔にサングラスかけただけやん。負けたくないね。俺のこのね、監督の顔の造形を考えたら、あ、 VS コマンド来た。どうなんだろう、俺結構ね真ん中でどうやっていくんだよね。だいたい低めとかに集めてくるから高めか真ん中にするんだけど、結構ね、いやでもやってみようか。真ん中マジ強いから、いやマジで真ん中強い。はい、ほら、ここは三振が取れる。ほらいいでしょ。真ん中って意外とねやってこないのよ。取ってアウト。これちょっとおすすめする。俺真ん中を指示しますよ。相手は、あ、まあ、ワンアウト三塁一塁。ピンチが続いてるわけですけど、どの上でしょ。どの上って言ったら本当どの上なの。 A、B、そうですよね。ミートがうまいか。ちょっとミートに手しろ。ヒットをね狙ってくるんじゃないかな。ここで声をかけました。どう、また VS、 また VS かこれ。それか勝負か、勝負か。でも勝負に出ろってなんかいまいちピント、あ、 VS か。
ドマン行くからマジでマジでドマンドマンの神様できれば三振を取りたいですね。でゲッツーでしょ、スーン、え菊池、あスーンアウト、オッケー、ほらドマンなんだよマジで。ドマンあんま狙ってこないから、でもコムなんだよな相手。お柳板、あ攻撃チャンス、誰から誰から、野間1番から来た。この辺りで先に点を取っておけると試合展開が有利になりますからね。うん、そうですよね。ストライク先行、ただ彼はどちらかというと走者スタート、打者ヒッティング、ヒットエンドラン、ここはなんとかしてほしいですよね。ヒットエンドラン、ヒットエンドラン、フリー、エアフリー、しかし私は野間を信じる。セカンドランナースタート、キャッチャー送球して三塁タッチアウト、二塁から三塁に走らしちゃダメだ、初球からスタート、すげえバカだ俺、なんで考えてなかったんだろう。打たせて取れに強いが三振強い、三振に、いや三振狙い来てると思うんだよね、長打狙い。うわやっちゃったなマジで、とりあえずここは絶対上がんなきゃないよ、有利有利、野間ランナーがいなくなってしまいました。スタート取った、これは流れ悪なりますぜ、菊池、これは飽きまへんど、菊池ここ頼むマジで、前の打線、ホームラン打つか、ホームラン打つ、ホームラン打つか、ここが勝負だ、ここでそのままだね、あのスリーアウトになっちゃったら相手はわっはっはって感じだから、いやこっちはちょっとね点につながらなくてもなめんなよみたいな、一発かましょこ菊池、頼む菊池、さあ出た采配有利、はいはい、緩めの球がボンバー、あいいんじゃない、オッケー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 、まあね、ホームランが一番良かったけど、まあまあいいでしょ、2アウトランナー1塁、で菊池盗塁させます、菊池盗塁させます、で山田哲也がブーン、それで全てが終わり、あれ投げない、危な、刺されるかな思ったけど、あっセーフ、よしよしよし、やめんな、よしでヒットでいい、ヒットでいい、二塁打みたいなね、ミートに徹しろ、うん、ボールの芯を捉えるスイング、打たせて取れに強いが、ああお願いします、打たせて取りに来て、打って、ああ不利か、しかし俺は山田を信じるよ、先制のチャンスになります、ええー、見逃し、いやいやいや切れてますやん、ちょっと切れたいのはこっちだよ、あ攻撃チャンス来た、ツーアウト、また2塁、あ野間来た、打順がいいところなので、ヒットエンドランじゃないから、ミートにしろ、見ていけ、ああ VS、 VS もある、VS 行こう、勝負行こう、試合展開ですから、ここはもう神に神のみぞ知る領域ですよ、敬遠を選択、勝負を避けました、やってるじゃん、バッターは一塁に向かいます、申告敬遠かい、さあそして打席には菊池舐められてるぞ、お前なんなら菊池の方が打ってるから、ミあミートの手代だって、菊池さっき、あいいいいいい、菊池菊池、あ初球打ち、あくそ、バットを抑えた、アウト、あとちょっとだったのに、変な回転とかかかってたよね、よかったんだけど、ここ守れ、いやーマジ1点取られてるやん、マジか、ノーアウト出しなし、まあ、頭からやると、ね、山田哲人ホームラン、ね、ここまで三振狙い、え相手ピッチャー誰だ、中村違うな、ピッチャーはピッチャー誰だ、そうですよね、まだダルビッシュかな、積極的にいけ、早いカウントから打ってて、ストライク先行に強い、見ていけだな、まあとりあえず相手様子見ると思うんだよ、一発目采配不利、いやん打って、でも山田な見すぎなんだよ、ああフォアボールね、さすが見すぎの天才、さあこの同点に追いつきたい場面でノーアウトのランナーを置いています、ちょっとね、バッターボックス、いや盗塁でしょ、まずはまずは塁進めよう、一点取ればいいよ、まずは引き上げに狙い、ここは当然采配不利を狙っていくでしょう、ファーストランナースタート、大丈夫大丈夫、山田なめんな、セーフ、よし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 、柳田お前がヒーローになる時だ、三振狙いに強いが打たせて取れ、三振狙いかな、打たせて取れに、打たして取れに来ると思うんだよね、打たして取れでまずワンアウト欲しいみたいな、あれ勝負しません、何これ、ここが勝負、ここが勝負、申告かいな、柳田よ、この顔なるわ、お柳田腕テカテカやな、バッターは5番秋山、いやでもいいよいいよいいでしょ、二塁一塁でしょ、超ダメないのがいいと思う、うん、のチャンスです、ツーツーツーゲッツーゲッツーツーだけはやめて、いやなんなんマジで全然打たんやん、ランナー二塁一塁はそのままです、ダルビッシュ、ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいです、じゃあ任しちゃった、高めのボール打った、ホームラン、ああ走れ、オッケー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 、いいいい、1点取ろう1点取ろう1点取ろう、はい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 、
となりました、アウトカウント増やさずに行きたかったですけどね。どうする西浦、代打行かせる？CA でしょ、悪くないんだよな、ね、あれダルビッシュって左じゃ、じゃないの、右だよね。 代打丸大谷、大谷しかいないんだよ、代打丸が。え、どうしよう、あ、ブラッシュ行く？パワー S かけるか、ブラッシュにかける、頼むよ、頼む、ブラッシュ。いや、打ちそうな顔してるわ、怖いだろうな、このブラッシュが代打で来るのは。ブラッシュ、ブラッシュは B かな、確か。そうですね、まあここは確実に点が欲しい場面ですから。来た、左中間へ、これない、負けたー、これで 1-0。 まああっちの方がヒット打ってるもんね。いや、こんな顔なるわ。いや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 、やっぱ柳田系の流れがちょっと相手、まあ賢かったな。今柳田な流れに乗ってたからね、この2試合ぐらい。でもね、一つだけ言いたい、柳田そんなに打たないよ、うちの柳田は。今日の試合をしっかり振り返って、うん、次の試合につなげてほしいですよね。負けたか。いや、最近ちょっとね、負けが混んできてるんだよね。ちょっとなんていうの、俺のチーム勝ってたからランク帯が上がってつやつと当たるようになったのか、みんなが攻略し始めたか、うん。いや、柳田、山田も、あ、山田だ、山田3三振、しかもあれじゃん、見逃し三振が2回、柳田もダメ。まあピッチャーが良かったね、菊池が1安打、中田が2安打か。ブラッシュ、ちょっとピッチャーが良かったね、相手ね、相手は逆に、まあ、銀次、丸、まあ、銀次ぐらいか、まあ、そんな変わらんのよな、6本と4本だったら。まあ、ちょっとピッチャーの差出たかな、ダルビッシュでいけばよかったかな、どうなんでしょうか。さあ、ボンバーということで、まあちょっと明日は千賀行ったらんかいということで見せていきますんで、お楽しみに。169キロのストレスが出るのかと、バグだと思いますけど、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。まったねー。